すけ国営放送、むんすけ国営放送。はいどうもこんちゃす、むんすけです。好きな女子アナは佐久間みなみさんです。よろしくお願いします。はいトンプソンハウスメロディーラコトでやっていきます。キラは貞子。おいきなりのチェイスですね。はい一発切られていく。追われている。間に合っていく。はい離れるでー。もう離れてるでー。よし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 。はい回復していきましょう。危なかった。いや女子アナってすごいたくさんいらっしゃいますけど、人気とかってもうすごいバラバラですかね。誰が一番人気とかあるんですかね。僕は佐久間みなみさんの「チャギントン」かな、チャギントンのエンディングテーマ的なところでキレキレのダンスを踊ってらっしゃるのが、うん、すごい可愛いなと思いますね。グーチョキグーグーみたいなやつです。皆さんご存知でしょうか。朝早く早起きできたらご覧になってみてください。あとは英語の発音が凄まじいですよね。ワールスプーみたいな、すごい知的でいいなって思います。やっぱしねアナウンサーですから知的に越したことはないということで、そこも魅力ではないなと思います。さあ発電機の漢字はあと2台。この上の固有の発電機はまだ回ってないですかね。ここでもいいし、ここ回しきっちゃってもいいかな。割とサバイバー有利な感じなんで今のところ。あ、近くに飛んできましたね。離れてるんですね。ここ入っちゃおうか。さすがに分かんないでしょう。しかもね2個あるから最終的に2分1当てれるかどうかっていうところにもなりますし、いやこの試合はかなりいい時間稼ぎチョイスでできてるんじゃないでしょうか。このままここ回し切っちゃいましょうか。オブセッションのねクロデットさんが今チョイスしてるんで、左のオブセッションマークがずっと揺れてるのがチョイスしてる証拠なんですよね。オブセッションが追われてる時はやっぱり発電機は回しやすいですね。一気に進みそう。おいナイス。そしてゲートが左と右、もう一気に走ってくるんや。ゲート開け切るから、ちょっとねアーカイブ進めたいんでトーテム破壊します。あれ黒データどこに行ったん？ゲートに行かんかったん？これ厳しくないか？どこ行った？足跡をねべったりつけて、逃げれたんかな。クローデット大丈夫？ちょっと仲間の視界からも消えちゃうクローデット。ちょっと時間的に厳しいんちゃう？もう脱出しましょう。ハッチ逃げを狙ってもらうためにね。ああ最後にダウンしてた。釣られてたんがクローデットやから、ゲートの位置は見えてたはずやけどな。残念ですね。でも3人脱出はいけましたね。お、いけました。デビキンすげえな。これ30やってデビキンを使いまくってんね。すごいですね。このキャラをどれぐらい使ってたかっていう指標になるのがここなんですよ。私はエロディ・ラコトっていうこのキャラはこの6まで使ってるっていう感じなんですね。はい、好きな女子アナは佐久間みなみさんです。ありゃっすー。さあ、本日の一期一会はいかがだったでしょうか。正直ね、最後のクローデットさんの逃げ方は微妙でしたけれども、まあ3人脱出できたのは良かったですね。釣られてるサバイバーっていうのは他のサバイバーの位置が見えるわけなので、そうですね、釣られてる時に開けてるゲートの位置とか味方の位置をね、しっかり確認しておくっていうことが重要になりますね。いやー、好きな女子アナ発表させていただきましたけども、いや、女子アナってすごいね、もう魅力的な方が多いので、一人に絞るのってなかなか難しかったですね。なんか宮地アナとか井上アナとか、あと新井アナとかね、好きです。めちゃくちゃ可愛いと思います。そんな感じで、一応ね、一人だけに絞るっていうのもあれだったんでね。本日のエンディングは以上になります。よろしければチャンネル登録、高評価もお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。ムンスケでした。アリアス。